まずは設置スペースの確認をしましょう。取り付け作業時は安全のため分電盤の電源を切りましょう。分電盤内部に10センチ角の空きスペースがあれば取り付けが可能です。連接取り付け板にはめ込むだけで取り付けは完了です。このほかリンレールやネジでの直接取り付けもできます。スペースがない場合はフリーボックスを使って取り付けしてください。次に計測する回路と同じ電源を取りましょう。未使用の予備ブレーカーから電源を取ると便利です。予備のブレーカーがない場合は専用のブレーカーかヒューズを増設してください。次に計測する回路を選び CT を取り付けましょう。 CT ケーブルを使って本体と接続し回路の電流量を計測します。回路の安全を確認したら電源を投入してください。本体ユニットの電源 LED が点灯します。